コンタク抜きのレオザ討論会やるとしたたら誰ゲスト呼びたいですか討論会っていうのはエンタメの形ですからね、例えばもうマジで森保さ,さんとか、ですよ森さんとか鈴木優真とか、この人に話聞いてどういうことかしら、青木さんとかね、うん、現場に今出てる話聞いてみたい人みたいな、あ本田さんもそうですね、あロテイナさんとかいいですね、あそう海外の監督の方がいいです、こういう話好きだから、本気の人ほど。 そういういなんかこう一流の人にインタビューさせてもらって、別にだって攻撃的なこと別に言わなくたってできるからね、勇気もないしこの、例えば鈴木馬だったら、別にあれですよ、あの森屋さんとかのこと聞くんじゃなくて、この試合でこうあ、今言ったのはあれです、鈴木馬が鹿島でデリアリ的ないい動きをしている時はあるから、このシーンってこういう時ってどういうふうに考えたんですかとか、各チームの戦術のキーマンになってる人だったり、その戦術を作ってる人にどういう考えで、そういうサッカーに行き着いてるとか、 どういう考えであの時ああいう判断をしたのかっていうのを今回代表選ばれてどうすかみたいなさそんなんどうでもいいじゃん。だからちょっと前だとあの中村健吾わざと選手の頃の話ね川崎があのチェルシーと戦った時に中村健吾が途中から入ってあのクロースロールやってそこで起点作って川崎のペースになってそこから、まあえー、勝ち越し団を決めたんですよ。であの時に中村健吾が あのピッチ外でどういうこと考えてて、ピッチ内に入ってどういうふうにしたかとか、そうそう,そ,うその戦術的なキーマンになってる人に、そのピッチ上での判断はどういうふうにしたのかっていうのを聞きたいですよ。で、それでチーム事情で話せないところはカットしてもらって、いいところだけ使ってもらうみたいなね。めちゃくちゃ、自分で言うのもあるんですけどね、めっちゃバズると思うけどね。<laughs> <laughs> 海外の選手とかにそれこそ聞きたいですよね。ペップにカウンセローが貼ってる理由、めちゃくちゃ聞きたいですもんね、左サイドで。だって、一番僕が適役だってものが、 そういうのを喋れるっていうのと、もう一つは、僕が嫌われても、業界の中には何の影響もないっていう。だって他の人だとさ、この後代表に行ってとか、JFA に入ってとか、いろいろあるじゃん、サッカー番組であの人と会うから。僕は別に何もないですから、ネットでみんなが聞きたいこと聞く、俺嫌われる。<laughs> だけど、あのそこの,<ん>あのコンテンツは残るっていう。う嫌われないと思うんだけど。スポブルさん、よろしくお願いします、マジで。 絶対、みんなのそういうのを送って、スポブルのコメント欄に。ネオザ使って、もっと、あの、日本のサッカー界を前に進められるコンテンツ作りましょうって。で,もで、これは別に、僕以外でも、僕のレベルでやってくれる人がいるんだったら、別にその人でいいです。僕しかできないことだから、ここまで言いましたけどね。で、これが、直接言うよりも、なんでここで言ったかっていうと、僕だけの意見じゃ始まらないんで、こういう数字取れるってなって大人が動くから。 数字取れるよっていうのをみんながコメントで送って向こうにそしたらこんだけ反響あるんだったらじゃあ動いてみますかってなってだって予算も安いからねこっちの方があのおぎゃはぎさんとかビッグゲスト呼ばなくていいから僕とそこの,あの対象者のスタジオ収録かズームでいいですからでその時にあのまあ僕通して聞きたい質問とか視聴者から来てるの僕がまあ選ぶみたいなさ たけしの誰でもピカソの時のたけしさんが若手のネタ選ぶ時のメガネかけている時みたいなシーン。<laughs> ん選んだらじゃあこの質問いいっすねこれいきましょういきましょう言ってお願いしますって言って。で全部聞きましたと。でも今回配信できるところはこれですってなってああここはさすがに配信できないかみたいなとかね。じゃあもうこの3つは聞けるけどこの2つは有料コンテンツしてもいいと思うんですよ。これはねお金払ってくれる人がいるから情報に価値があるから。 「あの日の僕が欲しかった言葉をあの日の僕